にさせてもらいますので、表に。あーちゃんが最高に楽しめるようなライブでしょ。そうしよう。え、ガチにこれされるの。いや、ガチに。せーの、切り替えて。あ、ゆずだ、ごめん、言っちゃった。せーの、あいよ。しゃ、あいよ。あいよ、やった。完成。皆さんお越しいただいて本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうでした、どうでした。もうこうやってさ、みんなにこのマイナが構成をつけてくれて、でこの SE もマイナが作ってくれてるけど、ほんまに言っていい、内容薄いわ。え、薄いの。結構絞り出したから。9年間をこんだけギュッとできたの。9年間やで。マジどこ引き抜いたの。けどもなんかそういう言ってる5人はやっぱ可愛いなって思うな。5人拍手。今あれなんそんなんあかわいい。とりあえずあんちゃんに、みんなで一緒に拳を上げてエールを届けましょう。次の曲聴いてください。チャビンチャビン。生まれてきたことがスタートだと思えたら、今日Let's go, I'm in the night today.
で夢の舞台へ。あれ、なんでなんでなんかちょっと思ったのと違うドキリ大成功作った思ったのねまだ作ってあ、笑かそうと思ったんだけどめっちゃ泣いてるこんだけねあんたちゃん感動してくれて嬉しい皆さんありがとうございますありがとうございます改めて、今回ね、学業に専念させていただくということで誰かのためになれたらいいなっていうふうに思う気持ちがどん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 強くなっていってでこの決断をしました。参考演で全然言ってなかったことをちょっと話させてもらおうかなと思うんですけど「とてっていう曲の中に何か「よっしゃ行くぞ」と手を取り「かけちゃいけない誰に一人」っていう歌詞があって。そんな歌詞を作ったのにその責任を卒業することで果たせないんじゃないかなっていう不安とかもすごくあってメンバーにこういう気持ちがありますとみんながなんかほんまに広い心で頑張れって言ってくれてたし悲しんでもくれてたけどそれ以上になんか頑張ってほしいっていう風に言ってくれて卒業してもアンナは司会者やでって言ってもらえてなんかその言葉にほんまにめちゃくちゃ救われて話すことはたくさんありますが改めて皆さんほんまにありがとうございました。これからも大阪春夏秋冬をどうぞよろしくお願いします。
ハーモニカ可愛い。僕たちとさ、何ですか？スタッフさんたちからさ、プレゼントがあるんだ。そう、一緒にステージの下に降りてくれない？では映像お願いします。お願いします。この曲をみんなで歌いたいなって思います。歌い続ける僕らの歌、いろんなところでこの曲を歌ってきました。いろんな思い出がたくさん詰まったこの曲です。聴いてください。 Let's get right。実感ないんやけど、こんな泣いてるのに実感はない。
皆さんもありがとうございました。引き続き大阪春夏秋冬をどうぞよろしくお願いします。大阪春夏秋冬アンナでした。ロリコの方法が